サンゴトラザメアッテローメイクタースマーマータスはトラザメ科に属するサメの一種。インド太平洋の浅いサンゴ礁に広く分布し、最大で70センチメートルになる。体は非常に細長く頭と尾は短い。二機の背びれは後方を向く。体には無数の明暗の点列がある。オスは独特な細長いクラスパーを持つ。日中は狭い隠れ場所に潜み、 夜間に小さな無脊椎動物や甲骨魚を食べる。卵性で財布型の卵を2個ずつ海底に産む。人には無害で家庭水槽でも飼育しやすい。生息地の破壊が続いているため IUCN は保全状況を純絶滅器具としている。ラストレーションス・オブ・インディアン・ズーロジーによるイラスト。実際に記載を行った著者は不明だが一般的には1830年の メモアール・オブ・ザ・ライフ・アンド・パブリック・サービス・オブ・サー、トーマス・スタンフォード・ラッフルズにおいて、イギリスの動物学者、エドワード・ターナー・ベネットによって記載されたとみなされる。種商名マーモーラトムは、ラテン語のマーマータスに由来する。英名の一つであるマーブル・ドゥ・キャチャークもこれに由来する。1913年、サミュエル・ガーマンは、アッテロー・メイクタース族を創設し、本誌を含めた。 タイプ標本はスマトラ島で捕獲されたものだが失われたと考えられる。非常に細い体と明暗の反転が特徴である。体は非常に細いが頑丈で円筒型をしている。頭部は短くて細い。封はわずかに縦平たして短く、先端は丸いー。目は楕円型で簡易な窓科膜を備える。後方には中程度の大きさの噴水孔がある。 鼻孔は大きいが、幅広い三角形の前鼻弁で大部分が覆われ、前鼻孔、後鼻孔は小さい。前鼻弁は口に達し、後鼻孔と口を結ぶ一体の溝を不明瞭にしている。口は長くて尖り、口角から両角に伸びる非常に長い唇シビらがある。歯は小さく、一本の細い先頭と一二体の小先頭を持つ。えら列は五体。胸びれは、 かなり大きい。第1背びれは後方に向けて傾き、腹筋の規定の後部に位置する。第2背びれは、第1と似た形だが、少し小さく、尻びれの規定の前方1、4の点から起死する。生体 U は、腹筋と尻びれの間隔の2、3の長さがある、細い円錐形のクラスパーを持つ。尻びれは、背びれより、かなり小さい。おひれは、 比較的短くて幅広く、下端は不明瞭で、常用の腹側後端には血国がある。皮膚は分厚く、よく石灰化した皮場に覆われる。体色は非常に変化に富み、灰色の背景に無数の明暗の斑点が散らばる。蔵状の模様は持たない。これらの斑点は水平に並んで点列を構成し、背びれの先端やエラ列の上に白い帯を作る。 覆面は白である。最大で70センチメートルになる。サンゴトラザメ属では最も広域に分布する種で、パキスタンインドから東南アジア、台湾、フィリピンニューギニアまで見られる。琉球列島が北限である。古い記録ではオーストラリアからも報告があるが、これは禁煙種の黒点サンゴトラザメ、またはアッテローメイクタースファシアータスだと考えられる。訂正で、 15メートルより浅い沿岸のサンゴ礁に一般的に見られる。日中は隠れて休息している。マモン付き天竺ザメのようにヒレで這い回ることはできないが、細長い体によってサンゴの狭い隙間に入り込むことができる。節時活動は午後に始まり、夜明け前に終わる。日中は単独か群れでサンゴの突出部や沈黙などを隠れ場所とする。 節次後には毎日同じ隠れ場所に戻ることができる。餌は小さな低性無脊椎動物や魚類で、飼育下では横たわって待ち伏せ、射程圏に入った獲物に突進することが観察されている。卵性でメスは一度に2個の卵を産む。各卵は長さ6から8センチメートル、幅2センチメートル程度の卵状に包まれる。卵状は財布型で、 二箇所でくびれる。一旦は四角いが、もう一旦には二本の短い角があり、その先は短い巻きひげとなる。メスは卵を垂直の岩などに付着させるよりも、むしろ海底に置いたままにする傾向がある。産卵直後の卵症は、淡褐し食だが、時間とともに色は濃くなる。水温摂取26度では4から6ヶ月で孵化する。出生時は10から13センチメートルで、 背面には、明暗の垂直の島を持ち、白黒の反転があることもある。その後3ヶ月間で4から5センチメートルほど成長し、体色は薄れて生態のものに近づく。オスは47から62センチメートル、メスは49から57センチメートルで、生成熟する。小型で丈夫、外見が魅力的であるため家庭水槽での飼育に適していると考えられ、 干渉魚としてよく取引される。飼育には最低でも2メートルの水槽と十分に入り組んだ隠れ場所が必要である。他の小型のサメより攻撃的で口の大きさよりかなり大きい相手を捕食しようとすることもよくある。飼育下では20年以上生きることもあり、飼育下繁殖例もある。インドネシア東部などでサンゴ礁の伝統的な漁業者によって、 少数が根核されている。肉、魚粉、肝油として利用されていると考えられるが、小さいため商業価値は限られる。IUCN は、保全状況を純絶滅器具と評価しているが、近い将来に気球種の基準に達する、可能性が高い。分布域全域での漁獲圧の上昇に加え、広範な生息地破壊、爆発漁法、水質汚染。 健在としての産後採掘も生存を脅かしている。ありがとうございます。